私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら戦うまでだ。戦おうとする。なぜだ、アンドロメダ。言ったはず、アテナを救い、この地上を守るため。本当にこの地上を守れると思っているのか。いや、この地上がそれほどまでして守るに値するものだと思っているのか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。聞かせてくれ。この人僕だ。
これで終わりだ。さらばアンドロメダ。またそのようなことを。父さん。それは父の厳しい訓練にも耐え、私も剣を使えるようになった頃だった。父さん！これは。その赤ん坊はお前だ。え？でも、この二人は？お前の実の両親。え？そして、二人とも私が殺した。私の俺に何言ったはずだ。俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣をアテナにすら向けたことがあった。
時は俺自身にも分からなかった。心の底では何かに飢えていた。何かを愛し、信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。弱いこと。お前はそれを認めたくないだけなの。何？ならば見せてやろう。お前の本当の心の中を。私もこんなものにごまかされはしない。一つだけ言って、ニーネ、それは幻覚などでなく、お前の心の底に眠る確かな記憶だ。今まで俺がただ漠然とお前の剣を受けていたと思っているのか。お前の剣はすでに見切っている。ならば避けられぬようにひとまとめにしてくれてやろう。そうはいかん。これで終わりだ。さらばだ、フェニックス。これは暴力転生。できるかもしれん。夢を叶えること。ミーメ、いつか平和な時代に生まれ変わることができたら、再び君のような男と出会いたいものだ。その時は敵と不利でなく、互いに友として。